芝野虎丸11月9日帯は、日本棋院東京本院所属の囲碁騎士。九段、神奈川県相模原市出身。高道場出身。兄は、同じ囲碁騎士の芝野龍之介。主な実績に第44期名人くらい、第67期王座くらい、第26期流星戦優勝など。入団から、史上最短での全騎士参加期戦優勝。 史上最年少での7大タイトル獲得、名人戦リーグ入り、本因坊戦、リーグ入りなど、多数の最短、最年少記録を有する。相模原市立鶴園小学校、谷口中学校を卒業。一力両、元、家元とでの、令和3番ガラスの一人。光の子のファンだった親の影響により、囲碁を始める。小学校3年生の頃、2歳上の兄で、 同じプロ騎士、芝野龍之介二段が通い始めた、後期をもと騎士が主催する東京都杉並区の道場に、ついていった。プロになれるとは思わず、ただただ熱中していたら、いつしか、兄を追い抜いていたという。同じ道場出身者に、一力良、平田智也、藤沢里奈などがいる。2014年、対象期間の陰性研修成績1位により、下記棋士採用を決め、 9月1日入団。2015年10月9日付で、勝ち星対象期戦通算30勝にて2段に、勝段。2016年10月、第41期棋聖戦 C リーグ4勝1敗で、B リーグ昇格。10月21日付で、勝ち星対象期戦通算40勝にて3段に、勝段。2017年7月31日、第26期流星戦で、 よただしき七段に中押し勝ちし優勝。入段から2年11ヶ月での全員参加期戦優勝は、井山優太の3年6ヶ月を更新する、史上最短記録で、17歳8ヶ月での全員参加期戦優勝も、井山優太の16歳4ヶ月に次ぐ、歴代2位の年賞記録。規定により、翌8月1日付で七段に昇段。 入団から2年11ヶ月での7段商段も史上最短記録。第65期王座戦では挑戦者決定戦まで進出したが、8月25日に一力両7段に敗れた。9月4日、第73期本因坊戦最終予選決勝で元家元4段に勝利し、リーグ入り。17歳9ヶ月、入団から3年0ヶ月での本因坊戦。 リーグ入りはいずれも史上最年少最短記録。10月2日、第42期新人王戦で優勝。11月2日、第43期名人戦最終予選では一力両七段に勝利し、名人戦でも史上最年少でのリーグ入りを果たした。この年、柴野は起動賞新人賞、最多勝利賞、最多対局賞を受賞。また、 66五53勝13敗16、連勝の戦績で、連勝賞を受賞した。2018年4月29日、第4回日中流星戦で、中国ナンバーワン騎士の柿清球団に中押し勝ちし、優勝。日中流星戦での日本代表選手の優勝は、初めて。10月6日、第25キアゴン、桐山杯決勝で、一力霧八段に敗れる。 2019年、第44期名人戦リーグでは6勝2敗で、河野林球団と同率首位となり、その後8月8日に行われたプレーオフで河野球団に黒番反目勝ちし、プロ入りから史上最速の4年11ヶ月、また史上2人目となる10代での名人挑戦を決めた。規定により8段昇段を決めた。 挑戦手合七番勝負では超名人に4勝1敗で、七大タイトル史上最年少での名人位を獲得し、さらに10月9日付で規定により、史上最短での球団商談を決めた。また、第67王座戦挑戦手合でも、11月29日、井山優太四冠を相手に3勝1敗で王座を、奪取し、二つ目の七大タイトルを獲得。 20歳0ヶ月での7大タイトル2冠も史上最年少記録である。2020年3月3日、第58期10段戦5番勝負の第1局が村川大輔10段との間で行われ、白番の芝野名人、王座が三目半勝ちを収めて戦勝した。1勝1敗で迎えた第3戦。当初は2020年4月16日に開催される予定であったが、 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため延期されていた。緊急事態宣言の解除を受け、第3戦は2020年6月17日に日本棋院東京本院で実施されることになった。同年6月26日、第58期10段戦5番勝負の第4局が行われ、挑戦者の柴野虎丸二冠が村川大輔10段に黒番中押し勝ちし、 対戦成績3勝1敗で初の10段位を獲得した。これは第53期の伊達氏8段を6ヶ月上回る歴代最年少記録。6月27日付で10段に就任するが7大タイトル3冠も史上最年少記録となった。棋棋士の豊島正幸と顔がそっくりと言われることがある。その都島は2019年の将棋名人戦で 名人のタイトルを獲得しており、2020年1月1日発売の朝日新聞で豊島との史上対談を行っている。2020年6月26日、最年少で名人、王座、十段の3冠を達成するが、インタビューの中で衝撃士の藤井聡太七段に言及し、年も近い。藤井さんのダブルタイトル挑戦のニュースは励みになった。自分も負けていられない。 と答えていた。そして、同年7月16日、藤井聡太七段が、史上最年少で帰省のタイトルを獲得した際には、ツイッターで、藤井先生、おめでとうございますと祝意を述べた。ありがとうございます。